えー、堀田丸省の井上でございます、えー、本日は私どもの決算説明会にご来場いただきまして、えー、誠にありがとうございます。それでは早速、えー、堀田丸署の決算説明を始めさせていただきます。えー、第2四半期計画地でございます。えー、一番左端の列が当初計画、2、えー、番目の右側がです、ね、8月8日の修正計画。 そ消費税のです、ねえー、消費増税の影響を受けて大幅な減益となりました、えー、対気象計画ではです、ねえー、増税の駆け込み需要の反動等で、えー、4月から7月までは減少売り上げが減少しましたが、えー、減少いたしました、まあ、その影響で,です、ね、営業利益その他の利益もです、ね、大幅な見立つとな,なりました 真ん中の対修正計画になりますが、これにつきましては、ですねその後、百貨店を中心とした夏のバーゲン等によって、売り上げは結構伸びました、しかし、ですね円安や物価上昇、円安から来る物価上昇といった方がいいんでしょうかね、から、いろいろ仕入れ原価が高止まりをいたしましたし、バーゲンが伸びた割には、プロパーが売れなかったということで、まあ、売り上げ相違益。 いわゆる売上総益率ですね、これが伸びずにですね、そのような実績になりました。結果的には2度目の下方修正をするということになりました。大変ご迷惑をかけました。では続きまして、これはですね、前年との対比でございます。今回ですね、ご存知かと思いますが、和装小売事業を会社をですね、 親会社の山野ホールディングスに4月1日付で売却をいたしました大きな会社でございましたんで34億という大きな会社でございましたんでここではですね大きな影響が出ておりますその影響値は右の方に書いておりますがこれ全部せ説明すると大変ですので例えば売上で見ますとですね単純に前年と比較すると18億のマイナスですただですね前年の影響は HM リテーリングス これが17億ございますので、これを全部引きますと、前年はホッタマルショーグループは34億2000万だったということで、この影響値はホッタマルショーグループだけで見ると、95.1%、それで売上は1億6700万の減少という結果でございました。営業利益の方はですは、その右にございますように、HM リテイリングスが、 3800万の影響値を持っております。前年、これだけの利益を上げたということですね。それを差し引きますと、営業利益の方はですね、5800万という影響値ですね、がで出ました、えー。以上ですね、これが第2クォーターの前年との比較でございます。えー、っと続きまして え個別のほうはです、ね、後ほどセグメント等でいろいろ出てきますので、これはちょっと。